とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園ワイ、ワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、怨念クエスト、やっていきます。装備品がね、これだね。一流プロモデルコントローラー。これね、強いってのは知ってたけども、素早さが 30% ダウンするんで、ちょっと使ってなかったのよね。でもコメントで教えてもらって、あの 30% ダウンは、夢見る少年の決めポーズ、これを使うと状態異常回復すんのよ。これでね、なくなるらしいのよ。素早さダウンが。なんと。まあ、とりあえずね、あれがなくなれば攻撃力、防御力 40% 上がるんで、めちゃくちゃ強くなるんで、行ってみましょう。治って、なんだろう。何秒か経つと元に戻るのかな。どうなんだろう、わかんないね。まあ、行きまーす。はい。漆黒丸のとこ、来ました。まあ、ワンパンされる怖さはあるけどね。でも、大丈夫でしょう。遠くにいればだいぶ食らわんしね。で、ギョギョット帽を装備してるから、まあ、プラマイゼロみたいな感じだよね。でも、これで、素早さダウン、あれが、相殺されたら、すごいよね、消えたら。あぶねえ。どうだ消えてるめちゃくちゃ早い。ギョギョットも装備してるから。あ、早い早い早い。で、これがどうだろうね。何秒か経つと、状態異常元に戻るのか。どうだろう。まあまあ、ちょっと様子を見てみましょう。いや、早い早い早い。あ、そうだ、チャージ攻撃が、これ真下に、確実に炎が出るんで当たるんだな。やば、強っ。あ、これね、戻んない、戻んない、そのまま。うん、バッドステータスが完全に消えた。これは裏技だよね、まさに裏技だ。バッドステータスが消えて、もういいとこ取りの装備になっちゃった。なんとなんと、こういうことがあったとは知らなかったね。教えてくれた人ありがとう。よっしゃ、おっ、おくら、おお、ワンパンされる、ワンパンされる、危ねえ。ちょっと待って、漆黒丸はちょっと危ないから、ちょっと離れとこ。ちょっと待って、漆黒丸じゃなくて他のやつに攻撃しよう。よし、アースブレイクとか食らうと絶対死ぬからね。絶対食らわないように。いき、おっと、やるね。一体ずつしっかりと沈めていきましょう。食らえ。このチャージ攻撃いいな。確実に当たるからめちゃくちゃいい。はあ、いや、嘘、なんか方向変えやがったな。そういうことができるのか、お前は。よし。危ない。おお、3600。死ぬ死ぬ、普通に死ぬ。レア。あ、やばいやばいやばい。暗い。危ねえ。はい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 。暗い。いいね。チャージ攻撃が確実に当たるって気持ちいい。終わりだ。はいはいはい。いいね。で、ゾディアクどこにいるの？あっち側か。ゾディアクから倒したい。嘘、おお、あっぶね。いつの間に飛んできた、お前。いつの間にか飛んできやがった。いいね。チャージ攻撃で4000台ダメージ与えるって。めちゃくちゃいいじゃん。ゾディアクもここで退場してもらおうかな。でい、お、いいね。終わりだ。お、クイーンズブリザード、映えか、あんまりいらないね。で、あとは漆黒丸だけ。もう漆黒丸だけになると全然大したことないから、余裕余裕。おい、はい、近づかないよ、お前怖いから。お前は怖いから近づかない。
これ攻撃速度もいいよね。タクトよりも速いしダメージも高いんで、これ絶対いい。うん、チャージ攻撃ももう必中だからこれはいいな。いやいや、これは最初から使っておくべきだった。これアップデ前からこうだったんだろうね。お、終わるか、もうちょいか。楽勝。おお、でアースブレイク出た。はいはい、多分レベル800ぐらいのやつだ。いいんじゃないですか。呪いか、まあまあ悪くないね。いや、素晴らしい装備だこれ。はい、それではですね、今日はプロコントローラー使ってやりました。あれのバッドステータスが夢見る少年で完全に消せるなんて、こんな裏技はみんな知っとくべきだね。すごくやりやすい、めちゃくちゃ簡単。うん、これはね、皆さんぜひやってみてください。ではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。